の場所に移動でいいんだな。うーん、美味しいです。これにして正解でした。うん、どんどん食べられちゃう味。あ、上杉くん、タコライス向こうのキッチンカーで売ってたんだ。上杉くんも食べたいんですか？私の分はあげませんよ。私のもあげないから。せっかくだし風太郎も買ってきたら。本場なんだよね、沖縄って。ええ、ソーキそばやゴーヤーチャンプルーと並ぶ沖縄を代表する料理の一つですね。私実は沖縄に来るまで知らなかった。だってタコスはメキシコ料理だし、タコライスもそうなのかなって。私は知っていますよ。タコスは具材をトルティーヤで包むものですが、その具材をライスに乗せちゃおうという発想は沖縄で生まれたものなのです。タコスというメキシコ料理をもとに沖縄で生まれた全く新しい料理、それがタコライスなんですよ。なるほど、そういうことだったんだ。予習していますので、なんならもっと詳しく話せますよ。沖縄のどこで生まれたのかとか、どう広まっていったのかとか。そこまではいいかな。はあ、そんな話をしていたらタコスも食べたくなってきました。上杉くん、私の話をちゃんと聞いていましたか？これはタコライスでタコスではありません。確かに味の方向性は近くとも、料理としては全くの別物なんです。上杉くんのそういうところはどうかと思いますよ。もっと食に関心を持ってください。どういう意味ですか？あ、すみません、ミク。別に謝ることないよ、いつき。いつも通りになったから安心した。え、風太郎もそう思うよね。あら、それなら私もあなたがうんちくを言い出すと安心しますよ。それは勘弁して。授業を受けてる気分になりそう。でも風太郎に反撃するなんて、いつきもやるね。私も言われっぱなしではありませんので。やっぱりいつきが美味しそうにご飯を食べてると、いつも通りだなって安心する。そういう時のいつきの笑顔は私たちの平和の象徴なんだね。そんな大げさな。でも食べるばかりじゃなくて、作るのも練習した方がいいよ。うん、確かに料理は二乃やミクに任せきりですが、誰かに手料理を振る舞いたいって思う日も来ると思うし。そうですね、精進します。気にしなくていいよ、こっちの話だから。移動でいいんだな。あれ、どうしたの？何よ、改まって。え、どうしてそんなこと聞くの？ああ、そういうこと。気づいてたわけじゃないんだ。なんでもないわ。私たちは適当にブラブラしてたのよ、アメリカンビレッジとか。そうなんだ、鉢合わせしなくてよかった。邪魔になっちゃうもん。ま、変な気遣いは無用よ。私たちもライハちゃんも楽しく過ごしてたわ。ああ、うん、結局5人一緒にいたんだ。なんとなくそうなっちゃって。
どういたしまして。でもやけに素直ね。それだけ樹ちゃんが大事ってことなんじゃない。照れ隠しでも否定しないあたり、風くんも相当ね。けど樹を泣かせた件は忘れてないから。あれ、君は気づいてなかったんだ。一昨日夜の散歩に行ってたんでしょ。で、部屋に帰ってきた樹ちゃんが、ちょっとね。一体樹に何をしたのかしら。返答によっては覚悟なさい。まだ？ウータロウくんテンパりすぎ。別にニノも怒ってるわけじゃないから。ええ、ちょっと茶化しただけ。フーくんいい反応するんだもの。別に大泣きしてたわけじゃないよ。ちょっと涙目になってたくらい。その点は否定できないわ。わかりやすく落ち込んでるわね。でもそのことについてはちゃんと樹ちゃんとも話したんでしょ。ならそれで解決でいいんじゃないかなってお姉さんは思うけどな。え？あ、フー君って卑怯よ。こういう時はちゃんと決めるんだから。はいはい、分かったわ。頼んだわよ。いつきちゃんをよろしくね、風太郎くん。楽しくて忘れがちですけど、海で遊ぶのは体力を使いますから。シュノーケリングしてたくさん泳いで、ビーチボールで遊んだりもして充実してたもんね。でも私はまだまだ遊べますよ。それはあんただけだから。もうすぐ日も暮れてくるし、そろそろ引き上げようか。あの、ちょっと待ってください。一つ提案があるのですが。ん？何？このままここで夕方まで過ごしませんか。今日の天気なら素晴らしい日没が見られると思います。そうだね、急がなきゃいけない理由はないし。ええ、きっと綺麗だと思うんです。みんなで見たらいい思い出に。いやいや、さすがにここは二人でどうぞ。え？なんでって、ビーチで夕日を眺めるロマンチックなシチュエーションなのよ。どう考えても恋人同士の時間じゃない。ですが、風太郎は樹と二人で見たいと思わないの？上杉君、さすが、よくわかってる。私も二人で。うんうん、素直でよろしい。ならあんたたちは着替えてサンセットビーチまで散歩してみたらどう？ここと同じく夕日が綺麗に見えるビーチです。海岸沿いを歩いて行ける距離ですね。そういうこと。私たちがそっちに行くでもいいですけど。はい、そうしましょう。では夕日を見終わったらホテルに集合ということで。そのまま二人の世界に行っちゃわないでくださいね。大丈夫です、夕食までには戻りますので。
着きました。ここです。もっと美しい景色になるのでしょうね。今のうちに見やすい場所へ移動しましょう。日が沈む瞬間を見逃さないように。すみません、夕焼けに見とれて足元がおろそかになってしまって。いえ、子供でなくても転んでしまいそうになる時はあります。私もあなたが転びそうになったらちゃんと支えますね。夕暮れってこんなに幻想的なんですね。水平線へ沈む夕日だからでしょうか。ええ、なんと言えばいいのか。知っているけれど知らなかったのでしょうね。太陽はこうして大地に隠れてしまうものなのだと。けれど明日になればまた空に昇ってくる。それは毎日繰り返される特別でない出来事なのでしょう。ですが私たちにとってはここへ来たから見ることができた特別な景色なんですね。この夕日もあのステンドグラスも私にとっては全てが特別なものです。ええ、最初こそうまくいきませんでしたが、あなたとの思い出もみんなとの思い出もたくさんできて最高の旅になりました。上杉くん、私あなたに出会えてよかった。この旅で今までよりも近くで過ごしてあなたのことをより深く感じて、あなたの隣にいられる、それだけのことがたまらなく嬉しくて。風太郎、あなたの瞳を見た瞬間キスしてほしいって思ったんです。でもまるで私の気持ちが伝わったようにあなたから言ってくれて。まるで奇跡のようです。同じ景色を見て同じ気持ちになって言葉にしなくても思いを共にできる。やっと分かりました。この気持ちが恋なんですね。間違えたり遠回りもしたけれど、それが私の私だけの気持ちなんです。あなたが好き、あなたに恋をしている。だからこれからもずっとずっと一緒にいて、風太郎。